先週金曜日、東京オリンピックの代表メンバーが発表された新体操団体フェアリージャパン。今までしっかり頑張ってきてよかったなっていうふうには思いました。怪我をしないように、あとはコロナにかからないように、本当に気をつけて行動していきたいって思っています。今回選ばれた代表メンバーはキャプテンの杉本さゆり選手を含め、なんと5人中3人が愛知県と岐阜県の出身なんです。2年前その練習場を訪れていたのは、先日中京テレビのアスリート応援団に就任したひろみさんとみやぞんさん。実際に練習を見たお二人が驚いた技がこちらです。今から足で回して回転したのを上げて、で、あれ取るだけで行った。あれ今 の足でぐるぐる回して投げましたよね、はい、何が、ね、はい、もう一度見てみましょう、この技です。しかも2本、すごい技だったもんな、これ。やっぱスポーツと芸術とがこう重なり合ってるから、思ってる以上にの運動量というか、これはすごい、すごいわ。実は今の新体操界のトレンドは高速化。世界で戦うためには技を連続で入れ続けなければいけません。なんとおよそ2分半の演技に3秒に1度のペースで技を詰め込んでるんです。すごいんですよ世界が。今は連続の打ち上げ花火をずっとやってる感じなんですよ。最初から最後まで打ち上げ花火をやり続けないといけないって感じです。失礼します。あ、どうぞ。さらに練習だけでなく、年間340日以上の共同生活、寝食を共にして絆を深めてきたフェアリージャパンです。2019年の世界選手権では銀メダルを獲得し、東京オリンピックでは史上初の金メダル獲得に期待が高まっています。そんなフェアリージャパンが今取り組んでいる金メダルを取るためのちょっとユニークな秘策が、東京オリンピックに向けて新たにこう取り組んでいる新しい技っていうのはあるんですか？自分たちでも名前を決めて、それでまた新たに取り組んでる技とかがあるので、うん、なんていう名前ですか？それはクルリンパとランドセル。すいません、すいません、なんでそこで急にダチョウが入ってくるんですか？クルリンパっていうのは、これはもうね、劉平がやってるあのクルリンパ。新体操とお笑いのコラボ、その高難度の新技とは？これがクルリンパでございますか？東京オリンピックで史上初の金メダル獲得を目指す新体操団体フェアリージャパン。加えちゃう？そのために取り組んでいるというちょっと独特な新技とは？クルリンパとランドセル。クルリンパっていうのは、これはもうね、劉平がやってるあのクルリンパ。でも技を見たらクルリンパだなって思うような技なんですね。多分一体どんな技なのか。1、3、5、6、7投げましたね。で入りましてキャッチです。おー、これがクルリンパでございますか？ちょっとすごく早かったです。全部を見るのが難しい。こうやってみんなで動くから どこ見てるのか。返される人たちを見てください。はい、今座ってる人たちです、ね。投げる方じゃなくて受け取る方。一番後ろの方に投げたら入ってくるっと返されて、パン。おー、綺麗。綺麗綺麗。でも難しいよね。早かったのでもう一度見てみましょう。はい、選手の足の間くぐり抜けてくるりんと回って、この後ボールをキャッチするんです。これがくるりんぱ。足をくぐってくるっと回って落ちてくるボールをキャッチするという高難度の技なんです。これりゅうちゃん喜ぶわ。そうですね、ダチョウのりゅうちゃん喜ぶよ本当に。続いてもう一つの新技、ランドセル。まずはボールなしで見せてもらうと、上に上げてると投げてる感じですね、はい、でランドセル、はい、で取るんですね。これでボールを取る、はい、そっか、これの中にまた取らなきゃいけないとか。そうなんです。それが一緒になってるってことだもんね、はい、矢印の選手にご注目。自分の投げたボールを土台の上に担がれてからキャッチするんです、超高難度。いつわ、これ一見上に乗ってボールをキャッチする
入する選手に目いっちゃうんですけれども、はい、実は一番大変なのがボールが来るのをほぼ動けないんですよ、うん、あの土台が。そうか、だからピンポイントで投げてもらわないとミスが出る。そこで取らなきゃいけない、はい、うん、それが難しい。その間ランドセルもいるんだもん ね、はい、ねランドセルもいるしねほら大変だ、はい、全ての息を合わせない2つの新たな大技がどこで登場するのかも楽しみな東京オリンピックでの演技。もちろんその目標は、ああやっぱりメダルですね。はい、金メダルです。でもやっぱりあの結果は後からついてくるものなので、うん、まず自分たちの演技をやりきるっていうことを目標に頑張ってきます。